ベーソスとは、もともとは、得意なタイプの握手を指す言葉。語源はギリシャ語のベータシータ。現在では、美術、パーフォーマンスまで、広く用いられている。より厳密に言えば、ベーソスとは、調和の取れていない高級さと低級さの組み合わせによって引き起こされた、意図されたものではないユーモアである。しかし、その落差が意図したものである場合は、それはバーレスクあるいは、 疑似英雄誌と言えるかもしれない。感情、特に悲哀を扱う、ペーソスと混同されることもある。ベーソスという語が著しい高級さと低級さの組み合わせとして使われた最初は、アレキサンダー・ポープのエッセイ、ペリ・ベサス、お技、アート・オブ・シンキング・イン・ポエトリーである。これは、ニセ、ロンギヌスのペリ・ハプススの三文体のパロディで、ポープがニセ、 ロンギヌスのやり方を模倣した目的は、その中で同時代の詩人たちを嘲笑するためで、つまり構想相手のバカどもへの痛烈な一撃であった。ポープのこのエッセイの手本となったのは、ニコラ・ボアロー・デ・プレによるペリー・ハプススの研究所だった。ポープはボアローを絶賛したが、偽、ロンギヌスの英訳本を1726年に出したのはポープの敵の一人、 レナード・ウェルステッドだった。ポープの敵たちがこの本を支持したため、ポープは、ミス・レイニツというスウィフト、ジョン・ゲイ、ジョン・アーバス・ナット、ジョン・アーバス・ナットとの協調に、ベリ・ベイサスを書き、敵たちの学説を批判して対抗した。ゴアローが死を高め、異形の念を起こさせるような方法について、衝述したのに対して、ポープは死において作者が、下落するに違いない方法を、長々と説明し、 ポープがオーズを出版した時以来の敵だったアンブローズ・フィリップス一派を風刺した。ポープの悪島マニュアルは貧弱に書くための多くの方法、加工するためのすべての方法を提供したが、中でも今でもよく知られている方法が非常にシリアスなものと非常に取るに足らないものを組み合わせることだった。シリアスさと取るに足らぬもののラディカルな並列は2つの結果を生む。 一つは、リコラムつまり、主題にあった適切さの破壊、もう一つは予期しない間違った組み合わせが生み出す、ユーモアである。ポープの時代以降、ベーソスという言葉は、いくつかの美術形式、時には出来事にもに使われるようになったが、おそらく、ペーソスとの混同から、ユーモラスと同じくらい、パセーティック何かという意味になった。作者が意識して、 シリアスなものと取るに足らないものをミックスするとき、その結果はシュールで、不条理なユーモアになる。しかし、意図せずにそうなったときには、その結果はベーソスである。おそらく、キッチュのいくつかは、コンクリートアートの中でベーソスを表現している。無邪気で無自覚的で誠実なベーソスの中に、備わっている、美学的失敗への、寛容ではないが、偏見のない楽しみは、 キャンプ感覚の要素である、と最初に分析したのは、スーザン・ソンタグの1964年のエッセイ、キャンプについてのノートだった。ホガース、ザ・ベイサス・ポープが、ベイソスという言葉を作り出す、数十年前、ジョン・ドライデンは、王政復古期の超大作、アルビオンアルバイニアスに、息を飲むような魔法のごとき、贅沢な舞台の一つを叙述した。プロテウスの洞窟が、 海から浮上。それは、真珠、珊瑚、大量の貝殻などの層で飾られた複数の岩造りのアーチからなっている。このアーチを通して、海とドーバーの一部が見える。ポープ自身はというと、疑似英雄誌、神盗人の中で、ユーモアのために意図的にこの技法を使った。この詩では、祝女が取り乱すのは、愛する人の死か、飼い犬が死んだ時であると述べられる。 意図したとき、それは風刺の位置形式である。しかし、コンテクストが異厳があり深刻で壮大な解釈を要求するときはベーソスである。ウィリアム・ホガースの最後のエングレービング、ザ・ベイサス、オアザ・マナー・オブ・シンキング・イン・サブライム・ペインティングス、インスクライブド・ツー・ディーラーズ・イン・ダークは、滅亡の場面で疲れて横になっている古き時の沖縄を描いたもので、当時流行していた。 崇高な美術作品やホガース自身の作品の風刺批評をパロディにしたものである。それは半年後のホガースの死を予兆するバニタスやメメントモリに見えるかもしれない。テールピースという見出しのある作品はホガースのエングレービングシューを縛るための装飾用カットを意図したものである。ありがとうございます。